にちは、整理収納アドバイザーの渚です。今日は我が家の防災用品の収納についてご紹介したいと思います。まずは廊下収納です。廊下収納の中には明かり関係のものをまとめて収納しています。福岡は台風がよく通るので停電のリスクが高いです。で、子どもたちにもここには明かりのものをまとめて置いているから、停電した時はここから懐中電灯などを取ってねと伝えています。大きめのこのようなランタンだったりヘッドライトなども、まとめて収納しています。あとは、電池で、光る炭酸の電池で光るライトなどもいろいろと収納をしています。縦型のファイルボックスに収納しているので、細々したものは、セリアの EV エヴァケースかなにまとめて収納をしています。この扇風機は夏に停電した時のために収納していますね。で、暑い時とかは子どもたちはもう自分でここから出して充電をして使ったりもしています。で、この袋の中には、100均の懐中電灯も入れています。これがですね、やっぱランタンとか出すと子どもたちはライトで遊びたくなっちゃうんですよね。なので、遊ぶ時はその台風が来るって時にこれらを出した時はこういう手回しのものとか100均の懐中電灯を1人1つ持ってもらって、自分のを持ちたがるからですね、対応しているという感じです。ごちゃごちゃ細かいものも、こうやってケースに入れると立てる収納にできるので便利ですよね。はい。で、次は同じく廊下に収納しているものなんですけれども、防災ポーチです。これは防災について発信をされているアドバイザーさんのアイデアで、リュックを背負えない時のために、ポーチを準備しています。本当に必要最小限のものだけ、子どもの分と私の分をポーチに入れています。この中には、子どもたちが好きな飴とか、トイレとか簡易トイレとか、あとは親の名前、電話番号などが書いていたりします。もう倒産の時にこれだけ持って出れば大丈夫だよっていうポーチですね。で、必要に応じて防災リュックも準備をしています。私のものと子どもたちのものですね。子どもたちもそれぞれ準備しています。リュックの中には子どもたちの着替えとかも入っていますね。余裕があるときに持って出れるかなっていう感じです。で、洗面スペースの上の段にはファイルボックスにカセットコンロ用のボンベ、ガスボンベを収納しています。あとは簡易トイレも一緒に収納していますね。で、カセットコンロは一番下の段に入れています。たこ焼きをしたりするときに使って、ボンベもこう循環させている感じです。で、次は押し入れの中です。で、押し入れには水を収納しています。この無印良品のポリプロピレン収納ボックスワイド深いですねという商品にお水は収納しています。これは1つにつき14本2リットルのペットボトルを収納できるので 14×2 の28本水をストックしています。キャップの上に消費期限を丸シールを使って貼って管理しています。色で分けたり日付を変えたり、パッと見て分かるように工夫をしています。そして、クローゼットには、
台風の時に使うセットも収納しています。こちらは無印良品のポリプロピレン頑丈収納ボックスの小さいサイズですね。そして形が Q サイズになります。これは台風セットとか、他にも災害が起こった時に車内に車にそのまま持ち込めるように日用品などをまとめています。ちょっとねいっぱい入っちゃってるんですけど、台風が来るって分かった時はお風呂に水をためる時に我が家はこれで水のビニールに水をためて、お風呂にどんどんストックしていくっていうこと。ビニールは多めに、ストックをしています。あとはガラス窓の飛散防止のための養生テープやビニールシートもストックをしています。そしてクローゼットの右奥のスペースには、食べ物関係ですね、防災食を備蓄しています。水やアルファ米ですね、ここにまとめて収納しています。家族が食べやすいもの、好きなものばかりを多めに入れています。で今回見直してちょっと4つですね、お水が期限が迫っていたので入れ替えをしようと思います。そして停電対策としてポータブル電源、我が家はスマートタップさんのものを備えています。台風も通過することが多いので高価な買い物ではあったんですけれども、これがあるとすごく安心につながりました。このポータブル電源を買うまではマキタのバッテリーを USB に変換できるこの変換器を備えていました。今も一応ですね一緒に備えをしています。防災は一気に備えると大変なので、少しずつでいいので揃えていくといいかなと思います。最後はキッチンです。ローリングストックはたくさんの量を昔備えていたことがあったんですけれども、消費期限の管理ができなくなってしまったので最小限の量にしています。キッチンに収納できる分だけいつも食べ物がストックされているような状態を作っています。でここは、缶や、カップ麺、ここは今袋麺ですけど、こういうものを常にストックがあるような状態を作っています。これぐらいの量が私が管理できる量と分かったので、あとはアルファ米などを備えることで食料は確保するようにしています。すべての防災、災害に対する取り組みを一気にするっていうのはすごく大変なことだと思うので、皆様の暮らしの中でできる範囲で少しずつ取り組んでいけたらいいのかなと思っています。今回は我が家の防災アイテムの収納をご紹介しました。何かヒントが見つかると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。